らっしゃいませ。あー、人間ってさ、いつか消えてなくなっちゃうものばっかり大切にするじゃない？若さとか、命とか、恋とか、思い出とかね。え？いや、なくなっちゃうじゃん。愛にまでこう高まっていかなければ消えちゃうじゃん、恋って。うん、いや、忘れるって才能だよ。ね、そんな素敵な思い出ばっかりじゃないしさ、なんつって。ママ、じゃあなんでそういうものを大切にするかっていうと、やっぱりなくなっちゃうからでさ、初めからなくなっちゃうって分かってるんだよね。だから不安なの、いつも。でも、それじゃ今がもったいなくない？今がかわいそう、みたいな。だって過去も未来もさ、思い出したり想像するだけで、やっぱり僕らが実存してるのは今なわけ。つまり時間っていうのは今の集合なわけよ。連鎖っていうか、もっと言ってしまえば人生がね。だから輝かしい未来のためにも今輝くべきだと。まあそういうことが言いたいわけよ、僕は。うん、輝け今みたいな。で、二人の輝く今のために今夜どうする？まあ僕はしたいよ、正直言って。純粋にね。何をって、ね、君とオーバードライブ。